パッカーン、アンです。今回は最後の断捨離をしていきたいと思います。この夏すごい暑い日が続きましたが、旅行に行ったりおばあちゃん家に行ったり、すごい家を開けることが多くて、なのでスライムが結構溶けてしまったので断捨離をしたいと思います。大丈夫そうなのとか絶対取っときたいものは取っといて、他は全部混ぜて楽しみたいと思います。ちなみにスライムパレットはスライムはトロトロになっちゃってるんですけど、見た目がすごく綺麗なので取っておきます。この中に、混ぜるスライムを入れていきたいと思います。では行きます。レッツゴー。はい、では入れていきます。まずね、これはねすごい状態がいいんですよ。もうこれ多分永遠に状態いい。スクイッシーボールから出したスライム、これお気に入りなので取っておきます。これいいよ。で、このドロドロネバネバスライム、ドロネバめっちゃいい。セリア取っときます。で、次これプレゼント企画の試作品として作ったやつなんだけど、すごいお気に入りだったんだけど、なんか黒くなっちゃう。これドロドロだからやんの。くっそ。次ユニコーンチスライム、あ、めっちゃ状態いい。取っときます。スライムジャパンさんとのやつはちょっと溶けてはいるんですけど、調節してまた触るので取っておきます。韓国のスライマーさんのスライム、これ原宿で買ったやつなんですけど、これはちょっと溶けてるけど取っときます。緑の、はい、お気に入りのやつなんで取っときます。これ取っときます。わあ、やば、めっちゃ臭い。シェイク粘土どうだろう。ふわふわ、取ってきます。わあ、すげえ面白い。ブリンブリン。スライム検定のこれは取ってた。めっちゃ。で、次ブドウ。ブドウかびてる。閲覧注意です。かびてます。かびてんの入れるの、やばすぎる。これは入れないでおく。多分二人羽織。イエー。これは？あ、そのために。あ、せ取っとく。え、待って。やば。え。カビてる。閲覧注意です。でーん。それカビなの？だってこんな茶色くなかった。もうちょっと薄い茶色だった。これカビてる？カビてない。カビてない。え？あ、カビてる。閲覧注意です。かびてるね。トロントロンのやつ。これってかびてる？入れちゃえ。色違い。ほら。あ、これ取っとく？あ、いいよ。これ。これダイソンのやつ入れます。硬いので入れます。これ溶けてるので入れます。見て、ブリンブリン。開かないこれ。あ、さっきのダイソンのやつの色違い。おお。これもさっきの色違い。やばい、これやばい。次も触れない。怖い。え、これいい、うんこいい？いいよ。いいの？あ、待て。いい感じだよ。あ、めっちゃいい。うん、ユニコーン、ナタデココスライム。ずわ。これキキララスライム。バングッドの粘土入れます。あ、これもだ。伸びる粘土乾燥しました。お、ね、聞いてて。はい、ということで今回混ぜていくスライムはこちら。この辺が黒い。では混ぜます。いや、何色になると思いますか？茶色。私は茶グレー。
なんか緑赤紫の黒。え？緑赤紫の茶色か。放射としてみます。ほら、赤きた。手を重いね。手を重いね。今つけた。最近さ、すごいさ、迷惑メールが来るんだよね。あのメッセージ、なんかね、稲垣吾郎とかいう名前の人から来たり今日お昼どうするとか来るの、そういう人から、うん、あ、そう、僕のね、友達がね、ビートたけしから連絡来たっつって写真とか送ってきて、本物本物っつってんの。で、まだ LINE 繋がってんだって。あ、LINE だ。橋本環奈から来たことあるよ。ビートたけし、橋本環奈、あと誰？稲垣吾郎あと香取慎吾も来た。おー、草薙くんは？あ、草薙来たあと荒垣くん。おー、ビートたけしあとね、うん、TikTok でね、うん、メッセージでいっぱいチェーンメールが届く。みんなチェーンメール、やばいよ。DM 見てたら、うん、もうチェーンメールしかなくて、うん、もう全部同じ文章になってるの、そのチェーンメールって何？このメールを例えば5人以上に回さないと不幸なことが訪れますとか、あと10件に回すといいことがあるよとか、そういうのを信じてやる人がいるの。チェーンメールはやめましょう。はい、もうチャグレーじゃん。うん、やった。タピオカおごって。タピオカ入ってんじゃん、いっぱい。いやだ。集合体験を注意です。ピョン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 。いやいや。あ、そう、一回ね、デカキンさんから来たこともあるよ、迷惑。デカキンさんは来たことないんだけど、デカキンさんなんだよ。セイキンさんもあるかな。はじめ社長さんとかもなくて、セイキンさんとデカキンさん。なんで？なんでだろうね。キンデカさん。キンデカ。それアウトじゃない。金デカ。金デカってそういうこと？え、どういうこと？でもデカ。デカキンさんの逆のつもりやったんで。いやいやいや、そうだよ。デカキンさんの挨拶を逆再生すると、いや。デカキンさんのはあの1メートルぐらいってこと。まあ、デカキンさんはこの動画絶対見ないけれども大きな一応届くんだと。下ネタチャンネル。そりゃ下ネタチャンネル誰が見んの。デカキンさん。できました。結構ね、もちもちで気持ちいいのになった。おお、こんなに伸びます。手につかないよね。伸び伸び。結構ね、石鹸みたいな匂いする。よく混ぜて切れる。おお、半分こにしてどっちが大きい風船作れるか対決。イエーイ。今から10秒以内に作ります。5 9。え、待って、もう始まってんの？始まってんの？7 6 5 4 3 2 1 アンジャーの勝ち！あぶねえ！わ、すごい！すげえ！すごい。ザッス。ザッスやつ。特別に安定。すごくない？すごくない？入ってる。お、入ってる。あ、なんか鼻血出てる。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。
評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。